皆様こんにちは。今日は毛糸の定期購買第2弾をやっていきたいと思います。まずはこの今回はピンクゴールドの箱で届きました。開ける時が一番ワクワクするんですよね。で、今回はもう普通のティッシュに包まれていました。でもう見えているので、まずはこの毛糸から、メインの毛糸からご紹介したいと思います。今回かなり太いバルキーウェイトっていうね、私は普段使わないサイズなんですけど、何を編みましょうかね。 100g です。ちなみに前回の 100g は 100g で編めるものを考えて作ってしまいました。また動画にしたいと思ってます。で、ホットチョコレート、今回のテーマがドーナツということだったので、まあドーナツ関連のシール、それからこれコースターのようなんですけれどもね、最初は何だろう、タイルかと思ったんですけど、コースターです。はい。まあ、コーヒーカップかなんかを置いて使おうと思います。で、まあ、最後、次が最後なんですが、ステッチマーカーですね。今回2種類入ってました。これがコーヒー。で、メインのテーマになっているドーナツ。かわいいですね。でもね、使うときはね、この、なんていうの、チャームを外した方が実は使いやすかったりするんですよね。結構重いんで。でもしっかりと私はこのまま使おうと思います。まあ今回は、このステッチマーカーを1つというふうに数えたらですね、まあ、全部で5種類、まあ、ステッカーもなんというかおまけみたいなものですが、まあ、毛糸をメインとして5種類こう、ちっちゃなものってね、意外とね、ワクワクするんですよね。来月もとても楽しみです。来月はちょっと今回私最後にしようと思ってるので、まああと1回だけ、動画になると思います。また別のものを買いたいかなと。こちらは今回の入ってきた内容が書いています。で、こちらも前回に日本からも買えますよということで、サイトの方を紹介していますので、ご興味ある方はそちらをご覧ください。ということで、また来月まで楽しみにしたいと思います。毛糸、何が届くかわからないっていうのはね、届くまでとてもワクワクするんでね、来月も開封動画撮っていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。